はい、皆さん、こんにちは。今回、論述日本史対策第5回目です。もうこの時期はですね、とりあえずいろいろな論述パターンを経験してください。同じ題材の問題っていうのは、ほとんど出題されないと思うんですけれども、同じパターンのこの論述問題は、きっと入試本番でも経験できると思いますので、その時にね、 えー、あ、確かこういうような解き方だったなっていうのを思い出していただければ、スラスラと手が動くはずなんです。で、今回はこれまで扱っていなかったパターンの問題で、なんと、指定語句がこういくつかあって、それを使いながら論じるということをやってみたいと思います。えー、最大のポイントは何かっていうと、出された指定語句っていうのは、 いちいちその語句の説明をするのではなく、その語句をどのようにして使うかっていうところがポイントだよね。はい。え、それをですね、今回は試してみたいと思いますので、早速やっていきましょう。はい。それでは、今回の問題。木綿の特産地が次々と誕生したのは江戸時代であるが、そのことが日本社会にもたらした影響について200字以内で説明しなさい。 その際、この指定語句というのが提示されております。では、説問の要求をまとめると、アイ、はい、丸の1番、木綿栽培が日本社会にもたらした影響について。そして、2番、指定語句を用いて最初に用いた箇所に河川を付す。以上の2点です。この影響についてまとめるっていうのは、これまでのこの 論述日本史演習でやってきましたよね。何か原因のようなものがあって、で、結果や影響っていうのがあった場合、下書きの段階では、まず影響の方から考えてみようと。その方が短時間かつコンパクトにまとめることができるからなんだよね。どうでしょうこの指定語くだけをまず見て、最後の影響の部分って、 何を書かないといけないのかっていうのを、ある程度この時点で想定しておかないといけないぞ。どうだ貨幣経済、金品、国高、時給経済、商品作物だ。あのさ、これ江戸時代でしょ江戸時代って、農民たちは原則米農しないといけないんですよ。年貢は米で納めないといけないんだよね。 でも農民たちは工夫することによって、なるべく短時間でそのお米を作れるようにする。集約型農業っていうものを行っていくんです。で、空いた時間を使ってこう畑なんかもありますので、そこでこの木綿なんかを栽培すると、この木綿は売ることができるんですよ。そしてお金を稼ぐことができる。 やっぱりね、農民って聞いたときに、いつまでたっても米を作っているみたいな、凝り固まったイメージしかない人は、その辺が見えていないんですけれども、もう早くも鎌倉時代ぐらいから、農民たちは副業として、こうした商品作物を作って商品化したりして、で、お金を稼ごうとしているというこの側面があるんだよね。そうした側面が、この江戸時代にどんどんと大きくなっていく。すなわち、 これまでの時給経済から、はい、次第に、貨幣経済が浸透していくことになるんだ。というような形で、この言葉を使って、まず、影響の部分をまとめることはできないだろうか。では、まあ、ちょっと下書きの部分を作ってみます。 はい。それでは内容整理いきましょう。まず影響についてなんだけれどもえ、従来の米を作るという、この自給経済が変質し、貨幣経済が浸透していくというこの部分。でさらに私、この地域的な流通の発展というのをおまけでつけてみました。ここにまでまあ踏み込める受験生ほとんどいないとは思いますが、えー、今からこれ教科書を読んだ上で、 このあたりの内容を細かく見てみます。今回欲張って2種類の教科書を読んでみましょう。まずは、山川の小説日本史から、えー。農業生産の進展の部分なんですが、二段落の部分に注目してください。村々においては、まずは、地主たちが余剰米を商品として販売する。こんな余剰米まで作ることができるのは、 豪農とか地主レベルです。彼らは米を使って金儲けをしようとしてるよね。一方、一般の百姓たちは、まあ、今回この木綿が題材となってますが、こうした商品作物、これも指定用語だったよね、はい。これを生産することによって、貨幣を得る機会が増大したことに触れられております。もう一冊。 実況出版の日本史 B なんですが、この2行目の後半を見てください。売ることを目的とした農業は商業的農業と言います。これらの展開っていうのは、従来の米作を中心とする自給自足の経営を変化させる。これが従来の自給経済だよね。はい、これを変質させることになったんだ。 で綿作については各地に普及し、特に、ま機内とかね、このあたりで盛んに栽培されたということにも触れられております。といったような形で、このことが欲しいね。米作を中心とする、この自給経済から、木綿のような商品作物を作ることによって、農民たちは貨幣を得る機会が、 増大したんだっていうような形で、影響の部分をまとめてみたいわけです。ただもう一つ。この後ろを見てください。こういうね、商品のようなものが流通するようになると、農村を拠点に活動する商人。これ中の3番を見て。在郷商人という。見た目これ商人って書いてあるんですが、これね、多くは村役人や、 農村の地主たち。この地主クラスになると、フットワークの軽さを利用し、一般の百姓が作った商品作物を買い取って、どこか地方都市なんかに持って行ったり、あとは農村の近くにある在郷町というところに持って行って、それを販売して利益を得るなんていう、そういう商業活動に専念する農民っていうのが出てくるんだよね。はい。 こうした在合商人の出現を促して、この地域においても流通が発展することにもつながっていく。これも貨幣経済が浸透したさらにその次の影響の部分ではないだろうか。え山川の小説日本史にも同様のことが書かれております。こちらね。はい、一段落ですね。商品生産が各地で活発化した。 はい、こうした商品の取引は、城下町以外にも、こ在郷町というところね。はい。ここを通じて行われますので、地域における流通というものが、はい、拡大することになっていくわけなんですね。これでもね、もう完全等案に近いですので、ちょっとこの部分にはもしかしたら踏み込めなかったかもしれませんが、 それでもやっぱり自給経済から貨幣経済の浸透というここを影響という形でバシッとまとめるところまではぜひたどり着いていただきたいです。では、えー、教科書を読んだ点をまとめるとこのような感じですね、えー。自給経済は米作を中心とする自給自足の経営。そして貨幣経済は地主は余剰米を商品として販売し、一般の百姓は商品作物を栽培することで 貨幣を得る機会が増大することを貨幣経済が浸透すると置き換えてください。また地域的な流通も発達し、在合調が発達していきました。ではこの影響の部分が固まると、あとはもうね、当番作りやすいと思いますので、木綿栽培がもたらした影響っていうことですので、その木綿栽培そのものについて、もう少し深く踏み込んでみましょう。 で、まず先教科書にもありましたが、えー、機内。これ河内の国でしょうか。北九州、瀬戸内沿岸、東海地方は三河の国かな。この辺りで盛んに栽培されました。で、えー、初夏に種をまいて、実がつくまで、このね、木綿栽培には、干しか、油かすといった、この金皮を3回も与えないといけないんです。 金比っていうのは、お金で購入する肥料っていう意味なんですよ。すなわち、木綿栽培は確かに儲かるんだけれども、この先行投資が必要なんです。これがポイントなんだよね。はい。ただ、うまくいけば、この綿、綿畑はた、1ールから、まあ、1 0ルは0.1ヘクタールでしょうか。100から150キロを収穫することができる。 これ米で言うと4穀分の値打ちがあると。同じ広さで米を作ったら大体1.5穀ぐらいしか取れません。そう考えると3倍ぐらいの値打ちがあるんですよ。わかりますかえー、まとめると、高額な肥料購入費がかかる一方で、めちゃくちゃ儲かるんですが、この収穫が不安定という危険が伴う。ちょっとした天候不順に左右されやすいんですよ。 せっかくお金かけたのに、えー、今年は全く木綿が取れなかったなんていう事態にも落ち。すると、借金してしまうような農民も見られるようになってきますよね。あともう一点、なぜ木綿栽培が盛んに行われるようになったのか、えー、たくさん木綿を作ったとて、それが売れなければ売れ残ってしまうでしょ うん、じゃあ、木綿の値段も下がってしまって儲からないじゃないですか。そこまで儲かるっていうことは、この木綿の需要が高まっているっていうことなんですよ。特に江戸時代に入ってから木綿の需要は高まるようになっていきました。その理屈についてまとめてみます。木綿自体は早くも室町時代には日本国内に入ってきていたんですよ。 ご存知のように、足利義満が朝鮮との間に日朝貿易をスタートさせたじゃないですか。あの日朝貿易で16世紀前半までは朝鮮から木綿というのは輸入していたんですよ。ところが、あの1510年の三歩の乱の後、日朝貿易は衰退へと向かっていきます。16世紀に入ると、えー、木綿の輸入というものは少なくなる一方で、もう庶民の衣服の 材料として、木綿というのは定着を見せてましたので、その需要に応えるために、16世紀前半以降は木綿の国産化というものが進んでいきました。えー、しかしこれが、江戸時代に入ると、さらに需要が高まっていく。この理屈について説明したいんですよね。えー、教科書、もう一回読み直してみましょうか。はい、それでは山川の小説日本史の部分ですね。 二行目なんかどうでしょう ?17 世紀末に全国市場が確立し、この山都や城下町などの都市が発達すると、都市の住民を中心に、武士以外でも消費需要が多様化し、これに応じてっていうふうに書いてますので、城下町などの都市の発達っていうのは、 都市人口の増加を促しますよね。え、都市で生活する人の生活必需品である綿織物の原料となるのが木綿なんで、そこで木綿の需要が高まっていったと考えられるんです。こちら、実況出版の日本史ビーも同様のことが書かれてますね。都市の発展や生活の向上などを背景とする需要の高まりに応じて、 商品作物の栽培が盛んとなり、まあ、特にこの木綿の栽培っていうのが盛んになるわけなんです。まとめると、こうですね。はい、都市部における商品需要の増大。武士は城下町に集中し、農民が治める年貢を経済基盤として消費生活を送るようになります。また、江戸時代にはこの都市の発達とともに、まあ、武士以外の町人たちも増加していきますので、 その需要に応えるといった形で、木綿栽培が盛んに行われるようになっていくんですよね。さあ、以上の点から、木綿の栽培が盛んに行われ、そして、日本社会に変化をもたらしたという点はまとめました。このあたりの商品作物だとか、あとは、金品についても言及しましたよね。ただ一点だけ、この指定語句の中で、この、 国高制度の部分だけがまだちょっと使い切れていないんですよ。国高制度っていうと、やはりこれは、豊臣政権の対抗検知が行われる中で、えー、これが定着を見せました。すなわち、えー、電池からのこの収穫量、これをまあ国高として表示し、この国高に応じて、軍薬だとか、 あとは年貢を付加するようなことを制度化していくっていう意味でした。だから今回のこの論述問題だと、豊臣政権の部分に言及しないといけないっていう意味合いなんだよね。まあ時系列に並べると、豊臣政権は、まあ、これまで江戸時代をやってきたわけですから、一番冒頭に置かないといけません。そこでどうやって、あとはこの国高制度と、 これ以降のその木綿栽培の発達のところを結びつけるかなんですけれども、はい、キーワードとして挙げられるのが、平農分離政策です。まとめてみましょう。こちら、平農分離政策の継承について。えー、豊臣政権においては、大閤検地以外にも、地侍と呼ばれる武装農民から、えー、刀を奪い取る。えー、そして、えー 足軽なんかの武家奉公人になるか、あとは百姓になるか選択しなさいと。このようにして刀流りを進めていきました。また、人払い例というのは別名身分統制例と言いますので、武士や百姓、町人などの身分がしっかりと固定されていくわけなんだよね。はい、これを平能分離政策って言います。こうした身分が固定されるようになってくると、 武士や町人は城下町で生活するようになりますので、はい、城下町の、まあ、都市の発達が促されていくっていうことなんです。で、これをまあしっかりと書けばいいわけなんですが、その県知を説明するものとして、えー、さっきのこの国高制度っていうのを使うしかないよね。難しいけどね。えー、この国高制度を利用する形で県知を説明し、 これが平能分離政策を進めていくことになったんだという書き出しで、答案を作ってみてはどうでしょうか。はい。ということで、こちら、回答例を提示します。対抗検知により、国高制度が実現するとともに、平能分離政策が進められます。まあ、この豊臣政権は、こうだよね。 平能分離が進められる。大丈夫でしょうか。県知、そして平能分離と。そして、江戸時代に入ると、え武士は、城下町に集中し、そして、農民が治める年貢を経済基盤として、都市で消費生活を送ることが定着してきました。こうした武士の需要に応えるため、農村では、木綿などの 商品作物の栽培が盛んに行われましたが、この木綿の栽培には多量の金皮が必要でした。そこで農村に貨幣経済が浸透し、この部分ね。で、米作を中心とする自給経済が変質する一方、地域的な流通の発展とともに財豪町が作られたという、まあこのおまけの部分まで、 えー、答案としては書いておきました。ということで、今回ちょっとね、テーマ的には難しかったんですけれども、こう指定語句を使いながら、影響についてまとめるタイプの問題を練習してみました。今回のテーマはここまでです。See you.